おはよう。すぐできるから待ってて。あ、そうそう、制服のワイシャツ洗って干しておいたから、今日は新しいやつ着てってね。そういうことはやらなくていいっていつも言ってんだろ。私がやりたくてやってるんだし、いいじゃない。身の回りのことは自分でする、勝手なことはしないでくれ。もう相変わらず釣れない人ね。だいたい何日連続で来てるんだ。たまには自分の家に帰ったらどうだ。いいじゃない。別に。そういえば昨日社長さん相当飲んでたね。まあな、中島さんもあの年で独り身だしな、寂しいんだろう。え、そうなの？てっきり結婚してるもんだと思ってた。なんでだ？だって左手の薬指にさ、溝あるじゃない？溝？うん、あの溝って10年20年も指をつけた跡だと思うんだよね。そうなのか。鈴木さんってそういうとこ鈍いよね。今日も帰りは遅くなるの？ああ、遅番だからな。お前も今日くらいは家に帰れ。今夜は来るなよ。どうしようかな。鈴木さんだって私が来た方が嬉しいでしょ。何を言ってるんだ。あ、ネクタイ曲がってる。はい、これでよし。どうしたの？いや、それじゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。そこのあんた、殴らせてもらうばい。仕方ない。勘弁してほしかばい。
っと待たんか。あんたちこーっと調子に乗っとらん。聞いとっとくか。おぶっ殺すわい。いや、勘弁してほしか。いやあ、頭が割れそうばい。バッテン、おかしかっちゃんねえ。な。